このチャンネルは最高のお肉を子供からご年配の方までお腹いっぱい食べて元気になってもらいたい平野浩一の牛専門店焼肉薩摩の提供でお届けしています。昨日ですね、冒頭でちらっとアメリカのコロナワクチン事情について触れましたが、ワクチン接種後の経過も含めて改めてお伝えしたいと思います。やっぱみんなここに気になると思うんで。で、まずはですね、街の状況からお伝えするとですね、ロサンゼルス、サンタモニカに1週間いて、その後ラスベガスに移動して、ここでも1週間ぐらいいるんですけれども、どちらの街もですね、人でとにかくもうごった返していて、基本的にはもうみんなマスクをしてないです。まあ、電車に乗った時にマスクしている人が、まあ、数名いたぐらいですね。あと、まあ、これは日常的な話ではありませんが、途中ね、一回だけ、ヘリコプターに乗ったんですけれども、ヘリコプターは、マスク着用が義務付けられていました。つまりですね、コロナのことを全く考えていないわけじゃないけど、てんてんてんといった、まあ、感じですね。ただ、日本と違うのは、ワクチンを打ったか打ってないかっていうことに関しては、場所によっては結構厳しめにジャッジされて、例えば劇場のバックヤードの出入りとか、演者さんに何かあったらいけないので、今はですね、日本の劇場でもですね、本当の本当の関係者しかバックヤードに入れないんですけれども、その際ですね、体温チェックぐらいしかないんですね。一方でラスベガスの有名なショーのバックヤードに入ろうと思ったら、ワクチンを打ったかとか、PCR 検査をしたかっていうことが結構厳しめに問われます。そこまで徹底していないところでも、ワクチンを打っていないのであればマスクは必ず着用してくださいっていうのはまあありますね。なので、ワクチンを打ったか打っていないかで行動範囲、自由度がめちゃくちゃ変わるっていうことですね。そんなこともあってですね、僕も、おとといワクチンを打ってまいりました。僕が打ったのはジョンソン&ジョンソンというですね、日本だと、まだ認可が降りてないワクチンですね。他のワクチンとの大きな違いは、1回の接種で済むっていうところですね。で、皆さん気になるのは副反応だと思うんですよ。ワクチン副反応で検索するともう怖い情報がたくさん出てきますよね。なのでこればっかりは自己判断、自己責任になるんですけれども、あくまで僕はですよ、まあ、どれだけ調べても可能性でしかないっていうのが結論でして、一方でワクチンを打っていないと入れないっていうのは 100% の事実としてあるわけで、結局僕は 100% の事実の方を、取りに行きました。で、そういえばですね、辛坊治郎さんが興味深いお話をされていたんですね。何かっていうと、日本でね、3600万人の高齢者に3ヶ月で集中してワクチンを打ち始めたら、1日3000人、1ヶ月で10万人、3ヶ月で30万人ぐらいは確実に死にますって言ったんですよ。理由はワクチンを打たなくても高齢者はそのペースで死ぬのでっていう。で、日本だとですね、高齢者と呼ばれる方は年間に、140万人ぐらいかながお亡くなりになっているんですって。なので逆説的ですが、ワクチンを打った高齢者の死亡者数が3ヶ月で30万人であれば、ワクチンの副反応で死んだ人がいないとも言えると。ただですね、ワクチンのせいかもしれないって報道した方が視聴率が取れるってなると、メディアはそっちに流れますよっていうのが辛坊さんの見解ですね。それも一つあるなと思いました。なので繰り返しになりますが、ワクチン接種っていうのはどこまでも、まあ、自己判断だと思います。で、そんなこんなでですね、ジョンソン&ジョンソンのワクチンを打ちに行ったんですけれども、こっちではですね、駅とかね、スーパーでもね、サクッと打てるんですよ。僕も薬局が入っているですね、近所のスーパーで打ちました。と、段取りを言うとですね、事前にもう予約して、で、指定された時間に行って、で、紙を出したら、その2、3分後にはワクチンを打ってました。右腕に打つか左手に打つかは自分で決められるので、まあ、仕事のことも考えて左腕でお願いしますって言ってね。で、ワクチンを打った後は、アナフィラキシー、つまり、急性のアレルギー反応が出るかどうかを見るために、まあ、10分ぐらい、椅子に座らされるんですけれども、そこで何もなければあとはワクチンを打ちましたよっていうことを証明してくれるワクチンパスポートを持って終わりです。ものの12、3分かなで、副反応なんですけれども、翌日に出ることが多いって聞いていたんで、昨日はですね、1日、ホテルの部屋で、おとなしくしていることを決めたんですけれども、さて1日経過してどんな副反応が出たかと、腕が痛くなるって聞いていたんですけれども、僕はまあ言われてみればぐらいの感じでした。気にしなかったらまあ忘れる程度の痛みですね。
あともしかしたらこれが副反応かなと思うのは、まあ、軽い頭痛ですね。なんとなく頭がズキズキするんですけれども、まあ、これもちょっとワクチンの副反応かどうか分かんないんですよ。っていうのも僕こっちに来てジョギングをしてるんですけれども、昼間にジョギングするとこっちはですね40度を超えてるもんですから、軽い熱中症気味になって頭が痛くなるんですね。だからもうやめろって話なんですけど、もしかしたらその頭痛かもしれないと。ただですね、いずれにしてもですね、生活に支障をきたすほどの頭痛ではないので、動けないっていうことはありません。結局これぐらいなら大丈夫かなと思って、昨日の夜もですね、ホテルを出て、ショーを見に行ってきました。で、今ね、ワクチン接種から2日が経って、これといってしんどさが増しているわけでもないので、まあなんとなくこの感じで落ち着くのかなと思っております。ただですね、噂レベルではなくて、実際に僕の友人でジョンソン&ジョンソンのワクチンを打った後に心臓がバクバクして、救急車を呼ぼうかと思ったっていう人もいるので、副反応なんて大したことではないよという結論でもないですね。僕は大丈夫でしたというお話でございました。また動きがあれば共有させていただきます。